を感じさせるスズムシの音色。このリンリンという鳴き声と電話のリンリンという着信音をかけて、警察などが特殊詐欺被害の防止を呼びかけました。今日は愛知県警岡崎署の警察官らが市内のショッピングセンターにブースを開き、スズムシが入った虫かごと特殊詐欺を撃退と書かれたチラシを買い物客に手渡しました。ブースでは電話をかけてきた相手に通話を録音することを自動音声で伝える機能を備えた電話機も紹介していて、立ち寄った高齢者などが熱心に説明を聞いていました。愛知県で去年起きた特殊詐欺事件は前の年より多い874件、被害額は13億7000万円に上っていて、警察は被害防止のため知らない番号からの電話には出ないよう呼びかけています。